藤原内麻呂は奈良時代から平安時代初期にかけての苦行。藤原北家、大納言、藤原又手の三男。官位は、十二位、右大臣。官務、平勢、佐賀の三弟に仕え、いずれの天皇にも信頼され徴用された。おじである長手の系統に代わって、北家の着流となり、傍流ゆえに大臣になれなかった父、又手より一階級上の右大臣に至り、 平城町、佐賀町初期にかけては、大学の主犯を務めた。また、多くの子孫にも恵まれ、後の藤原北家繁栄の礎を築いた。漢武天皇が即位した、天皇元年十五位下に除釈し、翌天皇二年、甲斐守に任ぜられる。内麻呂の最初の室で、当時、漢武天皇の高級で、女、寿を務めていた、下だえ次は、延暦四年に、三子、 吉峰やすを設けると、内丸は、同年15以上、延暦5年生5以上と急速に昇進し、延暦6年には、14下に除せられる。なお、この急速な昇進の背景として、くだらえ次を担保として、内丸が、官武天皇の関係を深めた可能性を指摘する、意見もある。この間、右栄子中栄少将といった武官を務める。後、右栄子、ただし、 内蔵頭、行武教を歴任し、延暦十三年平安経営の戦闘の直後に、参義として苦行に列する。参義人漢字、大学では藤原南家の賛義、乙つ明に次ぐ若さであったが、間もなく右大臣、藤原継忠や大納言、木小さといった大官や、上席の参義であった、大中富諸井を、石川守の皇居、自主もあり、延暦十七年十三位。 中納言に昇進する。この間、恩明党、田島守、蔵東大寺長官、この絵大将を検体。延暦18年には、蔵具大部に任せられ、平安継戦との責任者も務めた。菅岳共において、内麻呂は、後の蔵人書の前身とも言うべき、直史書の指導的官人であったと見られることや、延暦24年12月に、藤原を継ぐと、 菅野真道の間で議論された、いわゆる特性総論において、前年で菅武天皇の側に辞していたことから見て、菅武天皇の重要な側近であったらしい。しかし菅武朝ではあくまでも、藤原武智ともや藤原大津明ら数多い側近の一人に、過ぎず、初期の藤原種継や末期の藤原を継ぐほどの長身ではなく、政治的影響力には限界があったと想定される。 延暦25年平城天皇が即位すると、同年4月に、官無朝で競うように昇進しつつも常に、官位で後人を廃していた、藤原武志ともと同時に大納言に昇進する。さらに、右大臣、新王の隠れ語を受けて、同年5月には、肖像威、右大臣に除任され、ついに、藤原武志ともを超えて、大格の主座を占めた。この人事については、 平城天皇との関係が微妙な伊予神皇の外籍であったおすともではなく、長男真夏を東宮坊の官人として、皇太子時代から平城天皇に接近させていた内麻呂を主犯として据えたい、平城天皇の意志によるものと想定されている。また、同年8月に自重を兼任しているが、それまで内麻呂のような大上官の主犯が兼任した、前例はない。これは、 平城天皇との関係の一層の緊密化を図る内麻呂からの申し入れ実現したとみられ、天皇と隕石関係がないまま主犯となった内麻呂は、自重を兼任して禁止することで天皇の貢献的な立場を得て、立場の安定化を図ったものと考えられる。大道2年に発生した伊予新郎事件では、藤原武志ともからいち早く事情を知るもの,の平城天皇をいさめる等の対応を取らず、 状況を生還する。結局、オスともは流罪となって失脚し、結果的に内麻呂の政治的影響力はさらに伸長することとなった。こうして内麻呂は平城天皇の信任を背景に権力を握っていたが、一方で皇太子の神の神皇に対しても、次男の冬継ぎを東宮坊の官人として送り込み、さらに娘の糸口夏を受胎させると、 密接な関係を築いていた。内麻呂が右大臣に昇進して以降、平城朝で発行された大乗官府は66件あるが、不明の6件を除く60件すべてで内麻呂が不戦条件となっており、平城朝においては、平城天皇と内麻呂が主導する体制で政治が進められていたとみられる。また、大道元年に磁気不戦後の家報がなされていること、 さらに当時3以上の区業全員に、朝紫の朝服の着用が義務付けられていたところ、大道4年には、内麻呂のみなか紫の朝服の着用が許されている。ことから、内麻呂に対する平城天皇の信頼の厚さが、うかがわれる。大道4年正月に、十二位に除せられた。大道四年五月に、佐賀天皇が即位するが、皇太子時代から関係を深めていた天皇の、 信任をもとに引き続き政権を主導する。同年12月に平城上皇が平城宮へ移動すると、翌大同5年3月に蔵人頭が設置される。蔵人頭の職掌は創生と伝染だが、これはこれまで内視の職掌であったことから、その設置は平城上皇と、生じ藤原靴子の行動を成長する意味合いが強かった。 ここで蔵人頭に任ぜられたのが藤原冬継ぎであったことから設置は内丸の発案によるものと想定される。蔵人頭の設置により佐賀天皇と平城上皇の関係が急速に悪化する中内丸は引き続き佐賀天皇の重心として行動するが長男の真夏が平城上皇の側近として活動したことは黙認したらしい。これについては 同年末から翌年夏頃にかけて、佐賀天皇が体調不良に陥っており、一万一、佐賀天皇が崩御して、皇太子の高岳親王が即位し、平常上皇の政治的影響力が飛躍的増大するという事態に備えたものとする意見がある。同年9月に発生したクスコの変では、坂の上の田村マロらの迅速な軍事行動により、 佐賀天皇方が圧勝するが、佐賀天皇の病状回復が十分でない中、佐賀天皇側の軍事活動は、内マロと田村マロの緊密な連携により実現された可能性が高く、変において内マロが果たした役割は極めて大きかったと考えられる。公認三年九月二十日に激しい喉の渇き、視力の衰え、足の痛みによる歩行困難のために、すでに再帰不能として、 辞職を願い出るが、佐賀天皇は許さなかった。25日に、佐賀天皇が、大原野で狩猟した際に封建を行っているが、10月6日に、隠れ後、去年57、最終官位は、右大臣12位。没後、11位、左大臣の官位を送られた。木造腹腔検索、観音座像、若い頃より人望が厚く恩和な性格で、人々は、 喜んでこれに従った。仕えた、代々の天皇から信頼が厚かったが、家門を受けてもへつらうことはなく、一方で天皇の意に沿わない場合はあえていさめることはなかった。十四年にわたって、重要な政務に携わったが、過失を犯すことがなかった。人々からは非常な才覚を持つ人物と評されたという。幸福寺のために、福腔検索。 観音像と四天王像を作り、子、冬継ぎに収めさせた。おさべ新郎が、皇太子の時に悪意を持ち、名家の者を害そうとした。踏みつけたり噛みつく癖のある悪馬がいたため、新郎はこの馬に、内丸を乗せ傷つけようと試みたが、悪馬は頭を低く下げたまま動こうとせず、鞭を打たれても一回りするのみであったという。注釈がないものは、六国史に基づく。 孫皮文脈による、ありがとうございます。